どうも、キスケです。ということで本日は PVP 回りながらおしゃべりしていこうかなと思うんですが、これ身勝手出さなくていいんじゃね？まあこれでいいか。まあ身勝手採用の合体戦士で戦っていくんですけど、まあ今日おしゃべっていく内容はね、サムネにもある通り、ゴジータブルーに対して喋っていこうかなと思うんですが、かわいそすぎないですか？ゴジータブルーさん。マジで。どうなってんのあれ、マジで。なんか、ゴジータ4の全開覚醒でさ、まあ、生配信で、実装から2年半経過して、ようやく全開覚醒ですよ。皆さん、お待たせいたしました。みたいなこと言っとったけどさ、ゴジータブルーは、どんだけ待ってんだよ、じゃあ。思いません？思うよね。オッケー。シューシュー。いやー、これ足らない。足るわ。ナイス、ギリチョン足りたわ。はい、助かる。はい、いやだってゴジータブルー実装されたんていつ？逆にゴジータ4はさ、なんか周年に実装されたイメージがあるんやけど、他なくね？思いません？ナイスー。じいちゃん、はい、このおたんこなす。いいね、キャラチェン。来ないか。投げキャン勝っていく。はい、おつにだです。いやー、いいですね、いい火力だ。まだまだ合体戦士いけんのか、もしかして俺が知らないだけで。ワンチャンいけるぞ。泣いた。まあ確かにね、そのゴジータブルー実装な、まあ難しいっていうのはわかるんやけど、どうなんすかね、やっぱもう待望すぎてさ、もうみんな待ちに待ちすぎてハードル上がっちゃってんじゃない、ゴジータ。これはちょっとライジング溜まってる可能性あるんで打てない。 OK、 ナイス。いやー、そっちか。まあ2択やったな、これは。残念。まあでも体力的に射撃発打った方が良かったか。おーい、必殺発打てへんやんけ。ナイス。残念。いや、これ外れる？危ね。シュー。悪くない。とりあえずライジング使わずに一体落としたね。オッケー。さあ残り2体。まあでも今黄色の全開覚醒してもさ、それ身勝手でよくねってなるやん、やっぱ。ですよね。そこがちょっと難しいよな。はい、まあ今回ゴジータ4はね、結構いいタイミングだったのかなっていうのはある、正直。正直ね、いいタイミングだったのかなっていうのはあるけど、さすがにちょっと触れられなさすぎてさ。で、同時期に実装したブロリーも全開覚醒来てないんですよ。専用ユニフラは来たけど。おーい、マジかよ、ダルメシアンすぎる。うわ、マジ
バニシング奪ってるよね。突っ込もう。まあ今のタイミング難しいか逆に。はい、そろそろね専用ユニフラぐらい上げてもいいんじゃないかなって俺個人的には思ってるんやけど、どうなんでしょうかね。さあマッチングしましたということで、さっきの試合身勝手使えんかったからね、まあ、身勝手使っていきましょうか。これベジブル出す理由特にないかな。これでいこう。お願いします。いやそろそろ触ってあげてほしいな。ゴジータブルゴジータ4はね、まあなかなかいいタイミングやったけど、もうハードル上がりすぎてるよ、ゴジータブルーの。そこまで、大事にする全開覚醒なんだってなるよね。マジでかわいそうやわ。ほんまに。噛み合っていく。OK。勝ちました。対戦ありがとうございました。ドーン。遅い遅い。遅すぎる。いや究極アーツなんてねマジ全リミテッドの中で一番かっけんじゃねえかなって思ってるぐらいやのに俺マジで。残念。いやーもったいないことしたか。はい、まあ皮外れちゃうねこれは。あ外れない。マジっすか。マジメインまで使っちゃうよ。クイックアタックしようとしてる。違うんや。じゃあ大事にしようかな。OK。 でやーやべえ。いやーあれ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 。どうなってんだ。はい、そんなものか。ヒューヒュー。特殊アーツのね、打撃カウンターもな俺結構好きなんやけどなマジで。ナイス。相手バニシングないんでね今のは当然打ちます。はいはい。いやーこの復活して直前のゴジータ強すぎ。マジでコストやば。打撃アーツのコスト9とか4やったぞ今。強すぎだろ。はい、とりあえずこれで死ぬかな。はい、17号残し。もう、いやーマジか。もったいね。まあこれもう緑でずっと受けとけばいいや。うん、それでいいや。もう100分の1の確率で時間切れになってもこれで負けないんで。そうですよね、これで絶対負けないんで。はい、メインアビリティ使っていく。ナイス。あ、どうした。
おめえの力、オラには通用しねえ。さあマッチングしましたということで対戦やっていきましょう。お願いします。どないしようかなと。こんな感じでいきますか。はい、レッド属性2枚やね。了解。まあブルー入ってないんでね。さあやっていこう。早くフュージョンするんだ。パンチ。やはやらかした。バニシング。バニシングをご存知でない。マジっすか。やってんね。やってんね。はい。ドーン。かなり相手特殊っすね、立ち回りが。はい。ナイス。すまねえな。あちょー。そっちで使う。なるほど。めっちゃ特殊使うね。めっちゃ特殊使う。とりあえず割り込めたね。バカ野郎。ナイス。中距離打撃怖っ。とりあえずライジングラッシュはたまったけど、はい、まあいや皮剥がれへんかな、これどうやろう。入れほしいけどね。まあ今の合体戦士はな、多分6周年とかにあの強化が入るんでね。どうした。はい、それを楽しみに待っとこうって感じだと思うんですけど。待てないっすよねやっぱ。パンちゃん硬っ。ウルトラゴジータ4が執念で来るのはもうほぼ確定してるんで、それはさすがに大丈夫だとは思うんやけど。はい、ナイスかい。マジそっち。そっち考えられへんな。リスクでかすぎやろ。マジで仮暮らしのアリエッティやわ。はい、おい。安いね。感謝です。うわーすげえアーツがめちゃくちゃ引っ張ってこれる。はい、いやーバニシング知らずにそのままいてくれ。バニシングご存知でない人間で。おい、なんで。あ、ラッキー。オッケー。たまに前ダッシュミスるのやめていただいて、マジで。さあ
特殊圧がどっか行っていく。悪くないよ。OK。相手のゴールにシュー。時間切れかな。マジイラストもさ、もう一番ぐらいのレベルでかっこいいやん、ゴジータブルーって。マジで頑張ってほしいよな、調整。ゴジータ4はまあそこそこ強いと思うわ。復活剥がした時のポテンシャルえぐいよ。ゴジータ4200% 超えるからね、余ダメージ。それはわかるんやけど。はい、こっちでーす。こっちでーす。楽しみではあるけどね、うん、いつすんねんって話だよなマジで。はい、めんどくせえ立ち回りしてくんなマジで。はい、ダーン、いい火力。ゴチでーす。はい、オーケー。さあラスト。うーん、なるほど。はい、うわ出たー、運ゲー。まあこれはしゃあないか、運ゲーなんで。お疲れさん。知らない、もしかしてご存知でない。ライジングでいいんじゃない。はい、おつ。いやー、まあ運営さんハードル上がりに上がってますよ、 5GW。 うーん、マジしっかり調整してあげてください。ほとんどのレジェンズプレイヤー待ってるんでね、うん、逆に楽しみかなって思います。